の光裕です。えー、今日はオールナイトということで、えー、先駆けましてお二人にですねたっぷりと見どころと <laughs> そういったものを伺いたいと思いますのでじゃあまずはあの着席の前に監督とうしよさんからご挨拶一言ずついただけますか。えどうもあのー、今夜はあのー、朝までの上映に <laughs> どうもご来場いただいてありがとうございます。えー、監督の岩良です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。えー、音楽のうしよです。今日は長丁場ですが。 よろしくお願いいたします、皆さん。はい、よろしくお願いします。じゃあ、おかけください。えっとですね、あの、まあ、トーク、あの、上映の前ということなんでですね、ちょっとネタバレの、どれぐらいまでいいかっていうことで、あの、質問するように言われてましてですね、あの、デビル・マン・クライ・ベビー、この中ど、すでに最終話までご覧になった方、どれぐらいいますああ。 微妙な感じですよね。半分ぐらいですかね。<laughs> 全部はネタバレできないですね。そうですね。<laughs> はい、えっ、ー、と、これだとだいたい5話ぐらいぐらいまでのネタバレが起きるみたいな感じで、まあ、あの、後ほど Q&A、あの、お客さんの方にもですね、えっ、ー、と、振ってみたいと思うんですが、その時には知ってる人は、ま、たいそのぐらいで止めていただければ、まあ、前半分ぐらいですかね。ということで、やっていきたいなと思っております。じゃあ、あの、早速始めていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。 まずお,お二人の今回その、えー、この国際映画祭にです、ね、デビルマンをオンラインとするっていうことのなんか感想みたいなものを、特に外国のお客様とかも、ね、来られてると思いますんで、ではい、そうですそね配信でネットフリックスユーザーはあの世界中で見えるっていうことですけど、まあ、逆にネットフリックスユーザーではないと見れないっていう、はい、<laughs> ところがあって、えー、こういう機会に。あの 見てもらえるのは大変嬉しいいいなとううふうに思います特,特に映画として見てもらえるっていうのはどうですかね <laughs> そうですね劇場で見ると集中して見られるんで、はい、どんな感じになるのかなというふうのがあの、はい、音もいいと思うのであのこういう環境で見ていただけるといいなという,うって、ね、そうですねあの光と音、ねまあ、監督の作品色彩も独特なんでまさに一人輪とか本当にサバトンの <laughs> 状態になるじゃないですかね。 詳細いかかがですかあのやっぱ公開に Netflix って一挙にドンと公開するじゃないですか。なので、はい、あのそれを夜通し見るって結構 Netflix ユーザーからするとよくあることだと思うんですよ。はい、で今回それプラスあの逆にその夜通しでネットで見る分ですねこうリアルタイムの毎週の放送を追うみたいなお祭り感みたいなのって実はあんまり感じられなかったりすることもちょっと寂しく思うこともあるんですけど、はい、今回こういう場所だとその。 一気に見る熱狂と、はい、あとみんなで見るっていうお祭り感とあってすごくいいのかなと思います。で,す、ね、でやっぱねあとは音楽担当したものとしてこう、はい、素晴らしい音響の中で聴いていただけるのはとても嬉しいですね、はいはい、あの特にここはやっぱすごい音響もよし良いですよね、はいあの。やっぱり最近ちょっと話題になってるんですがテレビとかやっぱ配信だとちょっとコンプレッションがかかってそうですね。ええ、あのラウドネス運用規定とかはやっぱり入ってきますんで,です、ねはい、ある程度は、ええ、あの音量 的にフォーカスするのが大変になってきてるんでこういう場所で見ていただけるのはすごく嬉しいですねちゃんと意図通りのそうですねはいあのでお二人の出会いはピンポンってことになるんでしょうかそうですねあの最初に打ち合わせに来られた時にもう何曲かできてるっていうああらしいでその後もどんどん曲ができていくというなんかとてもこんな人がいるのかというふうな思う ようなあのうすごくあのー、作品はもちろん <laughs> なんかすごく情熱っていうと違うような気がするんですけど <laughs> すごくあのー、まあ「ピンポン」自体もすごく、あのーええ、ファンでらしたし「うん、デビルマンも」も、あのー、すごく気に入ってそこで先にもうお茶する前に原作読まれてあの、はい、膨らませてこられた方です,、ええ、すごく。 でオーダーした以外の曲もこんなのどうだっていう感じで作ってこられるので、はいうん、とても面白かったですね、うん、でそんなに無理っていいのかなっていう、うん、<laughs> なんか欲しい曲ないですかみたいな <laughs> 足りない曲ないですか <laughs> みたいなことでちょっとまた作っていうっていうことをやってたら他の人から「<laughs> お前岩佐さんとやるときはそうやるらしいな」みたいなこと言われて <laughs> 困っちゃうもんね。はい、あれですけどすごくあの僕岩佐さん、はい でもちろん一、はい、ファンの時代からもちろん存じ上げてて何、えええー、だろうな僕ちょっと近い作品でにわかっぽい言い方して大変荒れたんですけど4畳半が僕結構エバーグリーンだと思うぐらい本当に大好きだったんで、はい、あのお声かけいただいて本当に嬉しかったんで、ええ、あのそのテンションとあとピンポンがメインで担当するのは初めての劇版だったので、はい、そういうこともあってすごく嬉しかったのを覚えてますね。 そですね岩佐さんと、あのー、打ち合わせしていただいて、あのー、やっぱり岩佐さんってなんていうのかな人にこう例えば細かいこと言わないんですよね、はい、岩佐さんって打ち合わせしてる時に、はい、その時にこぼれたワード岩佐さんの口からポロッと出た言葉とかをこう<で>後々になって響く響く。 考え直してみるとそれにすごく影響されてるなっていうふうな作り方を僕はしていて岩田さんの、えー、おっしゃってたこととか、えー、ちょっとポロっと言ったことを全部メモ取っといてそれに影響されて曲作ってみたいなことやってるんですごくなんか自由にやらせていただくけどとすごくヒントを出すのがうまいなっていうのは最初の打ち合わせの <laughs> 謎などです <laughs> 謎勝ちさ,されてるんですか <laughs> 例えばデビルマンの時どんなどんなキーワードか。えっとデビルマンの時はえっと、はい、一つはまあ、えー、リョウとアキラという二人の主人公のバディものであるっバディってその相棒ものであるっていうのが一つとでもう一つはえっとより、えー、巨視的な視点で大きな視点で、はい、あのー、人類 もう翻弄されていってしまう大河の中で翻弄されていってしまう二人であったりとかその周辺の人々とかまあ人類史的なあのとても大きな流れがあるんだということをおっしゃっていたのを覚えてますね、うん。それ監督の側からするとどうですか。そこやっぱり作品の大事なところですか。そで,、ね、でそういう曲を作っていただいて <laughs> そうですねそ。そうだなっていう <laughs> これだなっていう感じでしたね。あの多分一夜目の最後のエンディングに流れる曲がそのテーマ、うん 的なもので最初のテーマ的なもので大きなテーマ的なものであると思うんですけどそれかまたあのその後のテーマというかまたそれが広がってまあデビルマンの自身の大きな世界に関係するテーマから世界がこう翻弄されていくようなまあ本当流されていくようなあの感じの中でみたいな曲もまた作っていただいてまあそれが二大 テーマみたいなところがありましてな後ろさんがからなんかもう少し解説的にそうですねその、はい、まあえっ、ー、とー人物たちのバ,バディモものというのと大河というのを二つで分けて考えると、はい、まずバディモものってなんじゃろうなと思って、はい、で僕えっ、ー、とーえー、なんでしょう個人的なことで大変恐縮なんですけどあんまりいわゆるな、えー、ティピカルなクラシカルな古典音楽の教育を受けてないんで、はい あんんんまりこうなででででもかんでもかできないんですよパンクとかジャズとか僕やれって言われてもできないんで、ええ、自分が知ってる自分が好きだった人生の中で好きだったもののバディものにつながるものって何だろうって思い返してみたら、ええ、あのー、マイアミ・バイスとかはい、はい、ナイト・ライダーとか、はい、80年代のアメリカドラマみたいなやつってそういえばバディものだなと思って、はい、あそこでかかってた音楽ってえっと あ俺のルーツに近いと思って、うん、で例えば、えーとまあ、ちょっと遡っちゃうんですけどジョルジオ・モロダーっていう、えーとはい、作曲家がいてトップガンとかですかね有名なのは、はい、あので彼って、えー、映画音楽80年代にドカーンと大きくやる前に、えー、その LA ディスコっていう練習に楽器を使ったディスコミュージックの祖なんですけど。はい そういう人たちと接続するような80年代のバディものみたいなのをちょっと今に置き換えてみようみたいなっていうのはこれは多分、あのー、最初に頂い,いた資料の中でその例えばスーパーカーであったりとか夜の雰囲気であったりとかちょっとかっこいいイメージがあったんでそういうところに合うだろうというのが一つありましたねバディものっていうのは。最初に さんがかっこよくてそれが「寮」のテーマっていう白い服着た男の金髪の男が出てくるんですけどその男が出てくる時によくかかってる曲がその曲なんですけどねまだ見てない方に曲の話ばっかりしてあれなんですけど休み時間にも流れるとは思うんですけどちょっと一曲聴いてほしい曲があってこれもう牛尾さんが。 あのーこういう曲どうって好きに作ってきた曲なんですけど <laughs> そうですねそれが気に入ってどうう、ぞ流しててもらって大丈夫ですねそこの曲流してもらったんですけどこれは途中で素があるんですよずーっと無音の瞬間がねすその素の後のこう激しい盛り上がりっていうのがすごくかっこよくてもうこれ聴いた瞬間にあこれそこに使おうみたいなどこでやりすぎて。 なんかもうみんながはやっちゃって制作を使いたがってちょっとみんなその曲を使う使いすぎはやめようよみたいなでも本当にあのグループウェアみたいなのを使ってオンラインで掲示板みたいな専用のやつでやり取りしてるんですけどこの曲をそこに投稿したらすぐこういうふうに使うっていうのが決まってこ盛り上がっていって盛り上がっていって。 <laughs> ここで盛り上がるんですけど <laughs> これ覚えてくださいね <laughs> 覚えてなるときに一緒にやりましょうね<そ>う <laughs> で <laughs> ちょっと、まえー、3話ですよね,そうですねまず3話3話の一番最後まで使われるんですけど、はい、その使い方っていうのはもうこの曲をその、えー、っとグループウェアに投稿した,したらもうすぐ岩佐さんがこういうふうに使いたいっていうのをおっしゃっていたんでそれをそのまま使ってらっしゃってあの すごいなんか一石を投じることができて嬉しかったですこの曲は。そうですね。これライブでやるんで、これに本当乗れた人はあいつできるなって、ぜひ覚えておいてください。そうですね。かっこいいんです。よ。あ、これね、今すごい大人気のゲームにも使われてます。そうですね。あの、あの。 これさすがネットフリックスっていう感じだと思うんですけどアメリカにリーグオブレジェンドっていうゲームを出してる会社がいてそこから急に連絡が来てこれをなんかえっとワールドワイドの CM でえっと北米とカナダはテレビもあるのかなであの使いたいという連絡が来てあのすごく大きな反響があったみたいであのこれはあのネットフリックスって本当公開 聞いた時から字幕付きで百何十カ国でやったので、うんはい、それの影響の。その影響、影響を与えた、与えることができたことなんだなと思って、すごく嬉しかったですね。うん、具体的にはそれ、えコマーシャルに使われて。そうですね。ねリーグオブレジェンドというゲームのコマーシャルに使われてます。はい。はい、じゃあ、もう本当にデビルマンから羽ばたいて,るていうの、うん。あのー、やっぱ、その、そういう反響って、す、す、よ、よささんから見ても、すごかったですか。他の。 他のと比べたら申し訳ないかあれだけど、そうですねやっぱりあのいっぺんに世界の人が見てるんだなっていう感覚は、うん、あのー、ありましたねまあ極反応というかあのー。 Netflix で開始する時にみんなであの飲み屋で集まって始まるよねみたいな感じでやっていて、ええ、でも飲んでても5時間ぐらい経ったらもう全部見た人がババババってなんかあの発信し始めて SNS にもう見たんだみたいなこの1年以上かけて僕がたかたのがー早ーみたいなまあでも本当にそんなにあのいっぺんに。 世界中の人が、あのー、見るってとても不思議だし面白いなっていうふうに思いましたね。で反応もいろいろねあのいいかどうかわかんないですけどし尾さんの曲に合わせてみんなが踊ってたりアニメーションができたり、ね、そうですねネットミームになってたみたいで、ええ、特にあの、ええ、作中で「デビルマン」の歌を僕、あのーはい、リミックスとかリアレンジして使ってるんですけどそれがなんか。 ネット上で面白おかしく使われてて <laughs> のいろんな踊りの動画を見たりとかしましたし、ね、あの僕に寄せられる感想ももう何語だかわかんない言葉とかで言われるので、うん、あすごいなっていうのは影響力あるんだなっていいいうのをすごい思いましたね本当にまさにリアルタイムでワールドワイドに広がってて。うん ぼぼちぼち1年1年は経ってないかそうですね1月の5日、ね、とかだからまあでも年末はすぐに行きますよ <laughs> <laughs> もうそうですね10ヶ月ぐらいですかそうですねまあでももともと原作がねやっぱそういう世界を塗り替えるようなお話だから、うん、ちょっとそういう性質が帯びたかもしれないですねもともと原作の「デビルマン」はどういう感じで さんはああ僕はやっぱり、えっと、高校生の時に、はいえっと、読んで、えっと、長い g ブームが僕の中に来てて、ええ、読んで、ええはい、いやこ,こんあ、えなん言い方が難しいんですけど、はい、生産こんな生産な話ってなかなかないなとか、はい、こんなすごい考えされる話ってなかなかないなって思ってで後に後にっていうか えとバイオレンス・ジャックになるとか、はい、その一連の作品も読んでいって、うん、あのすごいハマって読んでいたのを覚えてますねじゃあもうかなり作品が揃った状態で一,一気に、はいうん、読んだ感じでした監督の場合はリアルタイムで読まれたいや僕もちょっと遅れてからですね僕は、えー、あの姉貴の影響で少女漫画しか小さい頃読ってんなかったので、えー、<laughs> であの まあ、テレビアニメのデビルマンがあるなとは知っててああで高校の頃に、あのーはい、美術部という、あのー、名ばかりのなんかマン、はい、漫画やアニメのことを話してばかりいるなんか部があったんですけどそこであのみんな漫画を読んでいてそこで流行ってるのがあの「藤子 F, F 短編集」だったり、はいあのー「デビルマン」だったり「徹子おささん」の「ブラック・ジャック」だったりして、まあ、その中で。 こういういのすごいのがあるんだよって言って読んだ時が初めて原作のオリジナルを読んだ時ですねもうまず、あ、最終回にちょっとびっくりするっていうかさゆ <laughs> こういう終わり方があるんだとか、はい、こういう展開があるんだっていうのがあのすごくびっくりして、えー、衝撃を受けて、まあ、今でも多分衝撃を最も受けた漫画でもありますねなんか。 そそれれをあのご自身でで作品化される時っていううのはそうですね、ええ、これから見る人はあまり期待しすぎない方がいいと思のますけどでもそれを読んでその時はただもう衝撃だったんですねでその最後の意味とかをなんかあまりなんかすごいけど2001年うちの旅と同じでなんかすごいけど意味は分かってなかったんですけどん、まあ、自分たちで作る時はやっぱりそこの意味を、あのー、考えてあのー で原作が60年代70年代に書かれたものだったのでそ,その時も今起こる出来事として書かれてたので今,今2000年代で起こる出来事として置き換える感じであの作っていこうとしましたね西尾さんはそういうそのラストまで知った上での構想っていうのはどうあうこんですよね やっぱ衝撃はこの年になって読み返してもやっぱすごくてやっぱり最終巻を読むのがつらいかったんです今回、えー、作るにあたっても、えーはい、でこの衝撃とかあるいは過去のアニメ版であったりとかあとアニメのレヴィルマンを描いたアニメの作品っていくつかあ,あります、ねはい、あの、えー、例えば音楽の視点から見ると、えー、私河合健二さんやっておっしゃいましたよね。ねはいはい、とかあの ビッグネームがそうそううたるるメンツででで並んでいるので、はい、ちょっとそれによし、俺がやったるぜって気持ちだと絶対無理だなと思ったので昔のことは忘れようと思って、はい、岩佐さんの走ってる背中だけ見て頑張るみたいな、はい、<laughs> つもりで <laughs> 頑張りましたなんかその音楽世界っていうのはさんからの提案もあったんですが監督からお出ししたこととか,なんかどんなことが。<laughs> そうですねあとは無茶ぶりというかデビルマンってもうかなり作ってから時間が経っているので<え>、えー、映像化も何度かされたりされかけたりしているので、はい、あの今更なんかデビルマンっていうもの原作がなかったかのようにアニメを始めるのが嫌だったので<え>デビルマンっていう,うなんかキャラクターがもうすでに存在する世界っていうことで、あのーはい、お話をやりたかったので。えー その中で、あのみんながまあ年配の人は知ってるデビルマンの曲を、はい、あのテーマソングをお嬢さんにアレンジして作ってほしいっていう風に、ええ、あのお願いしましたねなんかもう怖かったです <laughs> <laughs> 絶対大人に怒られると思いました <laughs> <laughs> あのミサーゴーさんのそうですね、ええ、あの絶対ねあのなんだろうある人にとっては絶対バイブルのような本だし、ええ、でもう 本当の意味でで曲じゃないですか <laughs> <laughs> ダンテって意味じゃないですけど新 <laughs> 曲って意味じゃないですけど <laughs> なんであのこれも本当にこれをじゃあ正当にもう一回今のクオリティでリビルトしよう作り直そうっていうよりかはえっとおっしゃるようにレビルマンがもうあるんだからこれを使ってえ今のものを作ろうという感じにしたのは覚えてますね。なんでえ なん作り方のちょっと微細な部分あの細かいところなんであれですけど譜面的にこうアレンジするっていうよりかはこのフレーズを使ってこういうふうに変えていこうとか、うん、あのサンプリングっていうんですけど、はい、ヒップホップとかで使う用語ですが、うん、そういうつもりで作りましたね。あのあのすごく悩ままれてました <laughs> その後何度か割れ終わる時も うん、まだ悩んでますみたいな怖い元歌がすごすぎますみたいなあの音をちょっと今作るのはそうなんですよみんなでお祓いしに岸士墓人かなんかにちょっと長井さんたちと一緒に行ったんですねその時もまだすごくずっと悩まれてましたねどうすればいいんだみたいなでもあの曲が出来上がってすごくかっこよかったですいまだに分かんない正解かどうか分かんない やっぱお払いいいすするぐらい怖い作品っていうことだもんねうんそうで永井、ね、さんも時々、なられていて,、ね、ていでも悪魔を払いすぎちゃうとなんか作品が悪くなるんじゃないかとか、うん、少しだけ払うんでいいんじゃないかとデビル払っちゃうと万になっちゃうからっ,って <laughs> <う>、ね、<laughs> 半分ぐらいにしとこうって言ってましたね。<laughs> 面<白い> <laughs> で、あのまあ、すごい人間の本質に迫る、ね、ところもあ,あり、ええ、それをあの映像化していくってことに関してはどうだったんですか 監督の逆に今人物を置き換えるっていうのもあるんですけど、ええ、噂が伝染していくっていうのが、あのー、今 SNS とか、あのーはい、インターネットがあるので、はいえー、そこが逆に伝わりやすく、あのー、恐怖なんかもすぐ大きく伝染していくんだなっていうのがあったので、はい、逆に今やりやすいっていうとあれですけどなんか逆にありえるのかなっていうふう,なふうに思いましたね。うん そ先ほどおっしゃったあ,のあくまでも今の現実に合わせた、まあ、恐怖なりそういったところですよね。そうですねで今に通じるところがやっぱあるんだなと普遍的なもん原作なんだなっていうふうに思いました。 さんははどうううでですすかそそいったとこねあの拝見しててもやっぱりあの本当に SNS が登場したりとかインターネットが全で、えー、と前提なので,でこれはあの先ほどの2つのコンセプトっていうふうに言いましたけどそういった中でも生かしてきたというか。えーと 例えば最初に言ったバディっていうところから始まって 80s のエレクトリックディスコに行くんだけどそれをそのままやるんじゃなくて今のものであるっていう感覚であるっていうのはあの多分制作を通して共通してたかなと貫いてたかなと思います、はいでえー、ともうちょっと音楽についてもですね、えー、といろいろ伺いたいんですけどホーミーとかなんかいろんなテクニックに、ね、使われてるそうなんですよね、はい、まあ、あのー、ホーミーって人の声で,、ね、の声でやるやつですけど、はい あの特殊な歌い方をしてあのバイオンを出すやつですけど「あの悪魔」とか「デビルマン」ってその「悪魔」とかを表現するんだけどあの例えばいや岩沢さんに頂い,いた資料とか見てたり、まあ、もちろん感覚的なところを見ると「悪魔」とかって聞くと天使と悪魔の二項対立を考えたりとかうん、うん、えっとえ なんだろうなヨーロッパ的なというかキリスト教官的な、うん、えと教会があって白い羽の天使と黒い羽の、えー、悪魔がいるっていうような感覚に陥って。 いるかなと思うんですけど例えば岩佐さんのいただいた資料だったりゃも原作もそうだけどもっとこうプリ原始的なものというかあの原始宗教的なものだったりとか各、えー、例えば地域だったり場所だったり時代を経ずにいろんなところにいる概念なんだろうなと思ったので、えー、っと簡単にパイプオルガンとカネッとストリングスでやったらあのいわゆる天使と悪魔になるかなとも思うんですけど、うんうん、一方でこの分け入っていく密林の向こうにいる悪魔もいるだろうし。 とかってて考えていた時に、えー、なんか単純な西洋音楽の音だけじゃいかんだろうなということで例えば、フォーミーであったりとかあるいはもっとい電子音みたいなものの中にうごめく存在であったりとか<ー>そういうことはいいろろししました、うん、やっぱりそは音楽がやっぱりその人間の,なんていうの共鳴を引き出すものであるというです、ね、まあそういうふうなところを発想の源にして作ったりしましたね。 刺激を受けたことありますがそうね「ホーミー」ってどこのことかなってよく考えてたんですけど <laughs> あの「マリア」とかなんかあ,あいろいろね<れ>のなんかいろいろ何か、はい、なんかの言葉のような言葉じゃないような感じで流れてるんですけどメロディーがすごく困ってあの、ね、例えばなんだろう恋人との別れみたいなものとかあの、想像できるところだったらいいんですけど。うん 自分の親がかの頭が亀の甲羅にある瞬間の曲のメロディーって分かんねえなと思って <laughs> <laughs> あんまりそういう経験ないなって。<laughs> 自分の母親を拳で貫く瞬間の,あのメロディーってなんかそれ想像して悲しいメロディー書くとすごく陳腐な押し付けになっちゃっていてうん、うん、で、えー、っとなんだろうな いわゆるなテクニックを使っていくとどうしてもなんか納得できなかったので結構メロディーではないところ、うん、音楽では最近テクスチャーって言葉で使って質感みたいな意味で使うんですけどそういうところでうごめいていく何かみたいなものを、えー、作れないかなと思ってトライししていきましたね、はいまあ、今夜は本当にそういうところ生のままね、はい、あの映像と音との、はい。 シンクロで見れると思いますので,、ねでえー、とすみません、今、サインが出たんで、あのせっかくなので、ですね、えー、ちょっとこのトークショー、時間が多少余計にあるんで,で、すねあの観客の皆さんから質問を受けたまわりたいと思うんですが、何かあのお2人にお聞,き聞きたいことがある方、きます。はい、今日はありがとうございます。えーと 曲のタイトルで1曲だけわからないのがありまして、はい、えといきなり、あのーなんすかね、暗い暗闇になりだす「60311」っていう曲なんですけども、あ,はい、あの曲のタイトルの意味を教えていただきただですね。あ,<ー>すあれはえー、っと、ですね、えー、あの曲の音楽のジャンルがテクノの中のサブジャンルで「シュランツ」っていうジャンルなんですけどあ<ー>、あのー、これがフランクフルトにあるクラブの。ですかえ U60311 ていうのがフランクフルトの郵便番号なんですけど60311ていう地下クラブが当時15年ぐらい前にあってそこで流行ってたのがシュランツっていうジャンルなのでこ行ったことはないんですけどすごくそこにリスペクトを持っていてそういうふうに付けたタイトルですいません、なんかありがとうございます、そんなところまで拾っていてウェブで調べてみたら確かにフランクフルトが出てくるんですけどそれ以上のことが出てくたので今日聞いてすっきりしました。ありがとうございます。クラブの名前

すすごいいでね。そううのは多かった。僕、ベルリンにちょっと住んでたことがあってサバトっぽいクラブってすごいベルリンいっぱいあるんですよ。でそこで鳴ってるような曲にしようと思って実体験を元に。サバトは詳しそうでしたよね。こっっちちののササババトトでですすかかあみたいな感じになっててあとは僕、声優さんたちの方でもサバト指導という形でサバトでどういうガヤがあるかっていうのをよくブースに入って話してました。 別に人殺したりしてないですよ。<laughs> <laughs> はい。じゃあ、はい、他に他にありますでしょうか。あはいじゃあそちらのあ監督に伺いたいんですけれども、えー、デビルマンって作品はまあ人間のなんかえげつない部分とか嫌な部分とかまあ結構そのすごい描かれて胸に迫ってくるところがあると思うんですけれども、クリエイターとしてその人間のなんか黒い部分 をなんか感じたなとかこう表現したなっていうところがあれば何か一つ伺いたいんですけれどもああまあでもどっちかっていうとあのそういう弱い部分とか悪い部分はあるんですけど必ず悪いばっかりじゃなくていい部分があったりとか、えー、まあそういうふうに至るなんかこういう 理由で悪くなってしまうんだけど、その時その人が気づけばなっていうふうな思いを込めながらあの作っていますね。そうなるかもしれないし、なりそうになることあるけど、そうならないといいなっていうふうなあの気持ちで作っています、ね。感じるところは確かにありました。<laughs> ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。えっともう一方ぐらいいけると思いますか、どなたか。 えっと質問の前に、えっと、先ほどお二人が話されてたちょっとあの現代版にするっていうの意味では私、えっと、1995年生まれの今23歳なんですけどものすごくあの現代っていうかもうすごい自分の胸に今って感じでそう身近に感じることができたのでそういう意味であのクライベイビー本当にありがとうございました。で、えっと、質問なんですけど「あのクライベイビーから私 デビルマンはまってそこから原作とあと一番古い OVA の作品を見たんですね。で、えー、と原作からはアキラくんの片手で十分だっていうところは原作のそのまま採用されてるっていうのを聞いててああ本当だと思ったんですけど OVA の方とかもあの初めのサバトのシーンで悪魔が人間を殺すワンシーンだったりとかあと亮ちゃんが悪魔についてアキラに説明してる時の,の車の中の演出とかはやっぱりそういう過去作品からも撮ってきてるのかなと思ったんですけど。 どうなんでしょうかあ特に意識はしてないんですけどねあの実写版もあったりしてあのー、まあ、同じ設定になってるところもあるんですけど実写版もすごくめちゃくちゃ言われてるんですけどあのー、<laughs> よくしようとしてるんだなっていうのはすごく意図はすごく分かった脚本のこしさんともそういう話をしてたんですけど、うん、なんか少しちょっとかけ違ってはいるとは思うんですけど。 なんかよくしようとしてるところはすごく分かってあそれは自分も同じ考えだなっていうふうなところピンポンの時もそういうとことがありましたけど、まあ、同じ考えだなってあでもこっちもやってるなって思っても別に気にしないでそれはそのままやっていますねまあ多分同じことを考えてたってことだと思いますねありがとうございます飯田馬之助さんの覚えのことですね多分ねそうですね あれも80年代に合わせて多分キャラクターたちも結構変わってると思いますね,すね、はい、なんかじゃそれぞれの時代に合わせたデビルマンそうですね、はい、それぞれの作家さんが作られてたとなんかそんな感じでしょうかね、はい、もう一人きれそうですもう一人方どなたかいらっしゃったあえっ、ー、と、えーまあ、デビルマンという、まあ限ったあれではないんですけど、まあ、ネットフリックスということで、まあ、あの世界の方が一気にこう見に 見るとということで何かこう作る時にそういうのを意識したりとかいやそうではなくてまあもともと自分のやっているものっていうのを変えずにっていうふうにやろうとしているのかそういったところをちょっと教えていただきたいんですけれどもよろしくお願いします。はい、あまあいつもあのー、意識してるつもりですけど <laughs> いやいや世界はよくわからないですね。あのー、結局 まあ日本も世界もそんなに変わりはないなというふうに思っていて捉え方も多分そんなに今は変わらないだろうっていう認識でやっていますねだから世界のことを考えているっているわけでもないですけど結局身近なことっていうのは結局世界につながってるんだなっていうふうに思ってまあちょっと考えようとはするんですけど結局はあの近くで作ってるのかなっていうふうなあの感触はありますねでもそれがそれでここだけに閉じてるかというと結局それで 世界中どこもそうなんだなっていうふうに、えー、思っていますね思いながら作っています, <laughs>、はい、すまありがとうございますはいありがとうございましたはいありがとうございましたこれにてトークショー終了とさせていただきます皆様今一度岩澤監督宇宙、えー、さんひ、えー、かわせに大きな拍手をお願いいたします <laughs>